カラコンつけてないよ。カラコンつけてないです。今日も快速に散った。可愛いと思ってたんだけど、今日なんとね、お買い物したんですね。ちょっと時間あったから途中で、したらベレー帽ビビッときまして、ベレー帽になんと購入してしまったんですね。ベレー帽ビビッときちゃって、買ったのさ、白いやつ、かわちいのさ、これがさ、見て、まあ、リップつきそう。これどうしようかな、かぶってみよう。見て、可愛くない？なんかベレー帽この冬欲しいなと思ってて、どう？ちょっと背景白だから同化しちゃったんですけど、可愛くない？可愛くない？どう？かわいい、やった。見て。冬はこれで遊びに行きたいですね。デートコーデってやつ？いいでしょう。かわいいでしょう。ビビッと着て買いました。ビビッとガール。今日のひなちゃんビビットガールだったんですね。そっちのビビットかわいいそう、かわいいでしょう。今日のね、服、今日さ、寒かったわ。上着ね、着てたんですね。上着着てたんさ、これ上着着てたんね、今日上着着てたんだけど、うまく着れない。ちょっとそれで通すのめんどくさいんだけど、これ寒かった今日、もうマフラー必要な気がする。温めてあげようか。でもひなちゃん冷え性やねん。衣装だからさ、ちょ、寒かったですわ今日。これだともうヒートテックはさ着てるんだよね。こっちじゃないよ、お腹見せちゃった。ほら手冷たい。寒だからもう結構上着必要かも。寒いよね今日、本当に寒かったです。ちょっとベレー帽可愛すぎてやばい。キラキラが可愛いんでちゅね。ほらキラキラ
で、ここのね、下が白になってて、かわいい。でもさ、シャミ会もう洋服の日程決めちゃったからさ、ベレー帽をかぶる日ないな。ピエピエ。かぶりどころないわ、みんなの前で。寂しい。でさ、今さら帰るのもあれじゃん。どうしよう。帰だってさ、どうしよう。帰るならいつかな。いつにしよう。帰る。もうさ、販売終了してる日はダメだよね。さすがに。そうだよね。まだ帰るとこがいいよね。日程忘れちゃった。 iPad 持ってこようかな。でも iPad 充電ないかも。そうだよね。いつがいい？ひなちゃん今日程何にしてたっけ？11月はジャンバースか。めんどくさくなって どこ思い出すのがちょっとめんどくさくなった。もう iPad 持ってこようかな。いや、思い出そう。頭が悪い非常に頭が悪いです、私。どうしようかな。14と15ひなちゃん、14、15ってあれだよね。15サンタさんの日でしょ。14なんだろう。14なんだっけ。ニットはショコラティエか。ニットワンピはいつだ。1月か。ニットワンピは、はにゃ、1月か。遠いね。うん、考えとくわ。私の頭が悪すぎてさ、ちょっと全然考えられないわ。飽きてないよ。ベレー帽ね、あとね、黒のゴールドのなんかツイードみたいなやつもあるんですね。冬はベレー帽飽きないよ。1月19かな。だってみんな黒猫の日書いたら書いてもいい？そう、失恋ショコラティエはモハピョンさんとお揃いするんです。猫ちゃんのヒベレー帽にしちゃおうかな。エルミコーデ。
要相談。はあ、考えとくね。考えとくさ。考えとくってば。考えとくってば。考えとくさ。でもウェレボーはちょっと割れながら結構ありですな。良き良き良き。とっても良き。さっき眠くて、さっき眠くてね、3、4回宇宙行ってきました。宇宙にズバッと3回ぐらい、4回ぐらい行きました。そう宇宙にスーって4回行った。一人で買い物行ったよ。一人で行っちゃったよ。あんまり買い物やったら人と行かないんですよね。宇宙行ってみたい。連れてってあげようか。あ、もしかしたらまだここ宇宙かもしれない。大丈夫、電波。そう、1回目は月に行って、2回目は木星に行って、3回目はね、土星に行ったよ。宇宙行きました。眠すぎて宇宙。ついてきて、ついてきて、ついてきて。宇宙人いたよ。金ちゃんっていう宇宙人とセドセドっていう宇宙人に会ってきた。金ちゃんは金星にいたんだけど、セドセドは土星にいました。金ちゃんはね、結構警戒心あったんだけど、セドセドはなんかね、すごいフレンドリーな方でした。まあ、いつか地球にも招待してあげようかなと思います。でも、まあ、ちょっと正直宇宙に行ったのは数秒だったので、あんまり喋ってないから、まあ、この後も多分何回か宇宙行きそうなんですけど、そうフレンドリーでした。まあ、言葉はあれだよね、なんかフィーリング、マイフィーリングって感じの、いた、ぶつけた。そう、マイフィーリングって感じのトークで、そう、なんか日本語って言われたら日本語な気もするんだけど、日本語じゃない気もする。フィーリングって感じでしたね。うん、いい感じに喋った。楽しかったよ。まあ、いつか宇宙行こうかなと思います。まあ、一応宇宙は行ったんだけど、いつかあのこの地球という名のジャパンにあのご招待しようかなって思いましたね。はい、あ、そうでした。そう、面白かった。あ、32日やった、ありがとうございます。そう、いや、ちょっとそこ
こまで喋れてないんだよね。綺麗じゃあちょっと分かった分かった、しょうがないな。私の眠気を覚ますためにもさ、一つだけ歌うね。いや眠くないんだけどさ、なんか早寝早起きしたいなと思いまして、私どうやったらできる、やっぱ社会人の皆さんって規則正しい生活得意そうだから、なんかぜひ早寝早起きの仕方あったら教えてほしいです。なんか早寝がとにかくできない。そう、早寝が難しいです。目がピカーンって覚めちゃうんです。難しい。じゃあお昼でもしてないのに、そうできないんだよね。感じですよ、こういうテンション感。そう、こういうテンション感です。上がるね。いい曲。空の向こうに何が待っているだろう。今日はじゃあ45分に終わるからあと2曲ぐらい歌おうかな。何がいい？歌えるかな。あ、待って、そうだ、じゃあひなちゃんの歌いたい曲さ入ってないんだよね。そう、この前ささえちゃんと配信でさちょっとカラオケやったじゃないですか。あのあとさ、この前っていうか結構前、そうあの MT の公演の曲が入ってないんですね。その後さえちゃんと1時間ぐらい2人であのカラオケ歌ってました。楽しかった。これ一人で歌っても面白くないんだけど。これ一人で歌っても面白くないんだけどな。うん。さ
おさえちゃんとなんか謎にあれにハマって、なんだっけ、メドレーにハマって、そう MTCD 化されてないんで音源ないんですよ。ラベンダーフィールドめっちゃ歌いたいんだよね。夢にキスミとかね、めっちゃ歌い、歌いたいのにないんですね。何にしようかな。一人で歌う曲じゃないんだよさ。でもこの曲歌いたいさ。これさえちゃんと歌ったよ。でも一回やってみていい？一人でやるやつじゃないかも。曲ですね。二人で歌うやつですね、これ。そう、いい曲。楽しい、楽しい、楽しい、楽しいの舞。楽しいの舞。楽しいの舞。楽しい楽しい楽しい。みんなの AKB で一番好きな曲は何ですか？みんなの AKB で一番好きな曲何？シングルでも公演の曲でも。でもなんか公演の曲の方がやっぱみんな好き。ああ、何回も言う、今日も言う、公演早くやりたいな。ないんだ。ないんだ。何があるかわかんないよね。やっぱあれだよね。公演やりたいという思いを込めて。
ただ連が恋しいですね、非常に。ただいま恋愛中が恋しい。名曲揃いですね。楽しいね。いい曲。パーカ。君が教えてくれて探したんだよさ、これの一個前に。そしたらね、なかった。そう、なかったさ。公演まだ。劇場大丈夫。ひなちゃんが毎日作りに行ってるよ。ガガガガガーって。嘘なんだけど、それは嘘だけど、気持ちは毎日劇場作ってます。知らん。新法どんな感じか分からん。知らん。でも結構できたんちゃう？嘘、知らないけど。適当適当。こんなところでしょうか。進歩、進捗って読むんだ。進歩って読んでた。進捗か。やべ。進捗か。進歩じゃなかった。あぶ、やべべ。進歩だと思ってたわ。進捗でしたか。汗汗。なんかさ、わ、このもう一個忘れちゃったんですけど、なんか読めない感じ、読めないっていうか勘違いしてる感じが結構あったっていう話。なんか土地名で習うに志にのってあるじゃないですか。あるじゃないですか、土地の名前で。私あれ、車のあれとかでよく見て、そう、読めなくて、ずっと修士のだと思ってたの。そう、修士のだと思ってて、なんて読むか分かんないけど、あんま修士のかなと思って。でも調べるのもちょっと別にそこまでじゃないなと思って、毎回お、収支のナンバーだ。あ、収支のナンバーだって思ってた。思ってました。習志野、でもめっちゃ有名じゃないですか。でも収支の収支のって読んでた。結構読めないやつありますよね。習志野、あともう一個あったんだけど忘れちゃいました。なんかあって一昨日ぐらいに知ったんだけど忘れた。アビコでしょ？アビコも読めなくて。アビコでしょ？いや、そう、アビコも読めなくて。アビコはなんて読んでたと思います？アビコ、私なんて読んでたと思う？ガソン誌。違う。もう雰囲気で読んでたの。もう調べるつもりもなくて、わかんないけど、なんかそれっぽいなと思ってたのね。違うの。私蘇我氏って読んでたの。蘇我、あのさ、
歴史上でさ、曽我さんっているじゃん。曽我、曽我あるじゃん、曽我氏。歴史の全部曽我さんっているじゃないですか。で、いや曽我がそんな字じゃないのも知ってたし、あれが曽我って読まないの分かったの。分かってた上で曽我って読んでた。分かってた上で曽我氏って読んでたの。そう、分かってるんだよ。これは分かってるから。分かってるんだけど、なんかそれっぽいから、まあ私だけ読めればいいかなって思って曽我氏って読んでたの。でも我孫子だった。お若じゃないよ。でもね、私でも昨日本買いましたよ。昨日本買ったし、昨日おととい本買ったし、今日も図書館で本読んできたんだよ。今日も図書館にさっき行ってきて本読んできたの。あ、読めるよ。東雲でしょ、東に雲だっけ。東雲は読めます。なんかアニメとかあるあるの名字なんで読めますね。ナラスのね、東雲はね、あ、高梨でしょ、小鳥に遊ぶで高梨でしょ。やっぱだからね、そうだよね、台東区江東区読めるよ。だからなんかそういうのは読めるんですよ。そう、そういうのアニメで覚えるの。そう、これあるあるね。これあるある。これあるあるの話なんです。オウメン読めるよ。読める。ヒユカ読めるよ。読めなかったけどね、最初。石神井でしょ。石に神に井。石神井。石神井公園だっけ。駅名ありますよね。福都新線だっけ。石神井公園、福都新線の終点だっけ。私ね、結構ね、電車さ詳しいっていうか、電車得意なんですよね。電車得意なんですね、駅名。そう、ユバーバー。そう、電車結構、あ、でもあれだ、東京の電車。でも私結構電車移動めっちゃ得意なんで、曝露横山は知ってます。よく行ってた、よく行ったことある。門前仲町、御徒町バカにされちゃ困るぜ。意外と読めるんですね。共同は小田急線。曝露横山はあのね、好きなお店屋さんがあったんですね。だから行ってた。
もう覚えてないけど、やってんのかも。祖師ヶ谷大蔵、小田急線。いや、私電車好きだから結構わかるんですよ。とどろき、東横線、北見、キヌタ。私ね、得意なんですね。安中春菜。いや、本当にわかるんだ、結構。御嶽山。でも下丸子、下丸子はあの東横線のあれですね、東横線の乗り換えするやつにありますよね。桜平。私一人で散歩するの好きなんで、マジでいろんなとこ行ったことある。満員電車は、あ、お届き豊子線じゃない、大井町線だ。大井町線、大井町線。チョコ落ちてた。満員電車はマジで私苦手。そう、一人で散歩するの好きなんですよ。なんか知らないとこ行ったりとか。満員電車はめっちゃ嫌い。そう、嫌いです。まあ、得意な人いないよね。そう、推しの路線、推しの路線か。ちくま市、ちくま市ね。読めないっぽいよね。おしろ線、おしろ線、おしろ線。うん、おしろ線。そうだな、いや、私駅の構造的に南北線好きなんですよ。南北線、南北、総武線は遅延がよくするんですからね。なんかつながってる線ってめっちゃ遅延すると、あのそのままつながってる線にまで影響するじゃないですか。いや、そう、フルフォームドアの南北線、私めっちゃ魅力的だなって思うんですよね。大好きだから。そう、そう、まあ南北線もめっちゃつながってるんですけど、あのフルフォームドアが非常に私は魅力的だなって思います。魅力的。いや、まあそんな使わん、いや、わかんの。三田線にもつながってるし、引っ掛けですよね。なんかあの乗るやつ間違えたらさ、目黒線かさ、あの三田線かに変わったりとかするじゃないですか。それ南北線だっけ、ないとつながってるやつだっけ。目黒線か、目黒線がなんか気づいたら、ああもう分かんないわそう、乗り換えがさ違うとさなるじゃないですか。いや、電車わけ分かんないんだけど、おもろい。千代田線、千代田線って急行あります？ないよね。千代田線って急行とかって概念あったっけ？なくない？だからさ、めっちゃ長くないですか、乗るとって思う。ないよね。東西線別にかもなく不可もなく
別に可もなく不可もなくあんまりちょっとレトロな印象ですか他に比べたら。いや長いんだよね。東西線激混み、いやあんまそんなイメージないな。混んでるけど、混んでるか。でも通勤ラッシュってどれもやばくないですか。私の通勤ラッシュやばいイメージは田園都市線かな。田園都市線とか千葉じゃないかな。千代田線千葉じゃないっけ。終点綾瀬とかだったから。埼京線やばい、わかんの。埼京線やばいね、わかる。あでも東西線は混んでって乗れなかったこと私もある。田園都市線は本当に私常に混んでるイメージある。そうでも田園都市線は、まあ、神奈川通るけどね。そうわかる。マジでお散歩大好きすぎてね。この前の駒澤大学でアンネームのやった時乗れない、やっぱそうだよね。いや私いろんな電車乗ってるんですよ本当に。そう得意、電車乗り換えめっちゃ得意です。超得意です。一番最短で私行ける自信あります。東横線推し。東横線、東横線は普通。東横線普通かな。別に特に、東横線は東京東横線、別に。そうだから私さ結構さ電車さこうやって乗り換えとか得意、なんかなびらなくても分かったりするんですよ。なんかまあ付近のやつとかだから、あのねゆいとかさえちゃんとかにひなびってパシられるんですね。全然いいんだけど楽しい。それで覚えるの好き。路線乗り換えだいたいこれだよねってひなびって言われたことあるそう結構でも好きです。まあ調べるのめんどくさいんだろうね。私は好き結構。私一回忘れ物して電園都市線乗ってる時に忘れ物してどこだっけ、あっち側までなんだっけ、東武動物園、東武動物公園みたいなとこあったよね。そっちの方まで私行ったことあります。荷物埼玉の方、中央林間の反対。中央林間は神奈川なんでまだ全然行けるんですよ。スカイ、そう東武動物公園駅、まあ、直通まで行っちゃうやつ朝乗ったことあって、そう半蔵門線で止まってたらいいんだけど、半蔵門線止まったらさ押上とかさ清澄白川とかで止まるんだけど、東武東上線でまで行っちゃって、そっちまで行っちゃって荷物
そう、肝臓も直通の良くないところね、取りに行ったことあります。超テンション下げだった。詳しいよ。少林館行ったことある？ある。私電車一回端から端まで行ったことありますよ。行ったことある路線いっぱいある。乗るの好き、電車得意得意です。銀座線は狭い。銀座線は狭い。銀座線はとにかく狭い。ドア3つしかないもん。だけどさ、めっちゃ使う人いるじゃないですか、やっぱ観光地っていうか浅草とかだから。ね、いや銀座線混んでるよね。JR、 JR は特に。でもやっぱり人がいっぱい乗るところってさ、すごい混んでるよね。山手線一周したことある。あるある、全然ある。あの寝てて一周しちゃったこともあるし、意図的に一周したこともあるよ。やったことある。寝ててもある。爆睡してやったこともあるし、普通に一周したこともある。いやそう、当たり前。いやそうなんだけど、あ、じゃあ人がいっぱい乗るやつはあの事故が起こりやすい、遅延しやすい。東京駅の京葉線まで行くの長すぎ。あー、わかんの、超わかんの、非常にわかる。わかる。わかる。あと私が好きじゃないやつね。どこの駅か忘れたんだけど、どっちかな、トラモンヒルズどこ、そちら辺の駅だったと思うんですけど、あの反対側の駅に、反対側行くのに改札一回出て道路渡って行かなきゃいけない駅とか本当に嫌なの。めんどくさいのよ、寝過ごした時とかに。そう、虎ノ門そうだよね。私その時絶望しました。マジかよと思って。改札出て、しかもでっかいあの道路渡っても行かなきゃいけないのと思って、本当に頭抱えたね。寝心地いいよね電車、わかる。冬のさ電車とかさ、ヒーターあったら寝るじゃんあんなのって思うの。わかる。大江戸線ね、下すぎるよね。わかんの。っていう話ね。謎に電車トークしちゃいました。いやでもこれでみんなのコメント見て思ったけど、まだまだ知らない路線、あんま知らない路線とかあるんだなって思ったから、ちょっとこれは散歩のしがいがあるなって思いました。面白そう、散歩のしがいあり。開拓しよう。
いや、電車好きってほどじゃないです、全然。京急全然そんなあれじゃないです、そこまでじゃない。ゆりかもめ結構好き、でもちょっと高い。全然知らないのがいっぱいあるんですね。メジャーなのしかわからないわ。九段下から武道館までの上り坂。ああ、わかる。わかんの、わかんの、わかんの。私もあそこで一回諦めようか思った。武道館のコンサート行った時。ね、で意外となんかみんなとも話が広がった。面白いね。こんなこともあるんだね。じゃあランキング読みます。諦めてないけどね、諦めそうになったよ、武道館までの距離は。さすがに読んでいきます。13位はやりんごさん、ありがとうございました。12位インクイクバルルネットさん、ありがとうございました。11位ももちゃん、ありがとうございました。10位つっくんとんたん2玉半、ありがとうございました。そう、今日つるとんたん行ったんだ、初めて、人生初つるとんたん。9位ももの旦那さん、ありがとうございました。8位ベレー帽大好きタナトンタンありがとうございました。3ありがとうございました。7位白吉さん、ありがとうございました。6位ゾンネさん、ありがとうございました。5位ジロリンさん、ありがとうございました。4位テイクストックさん、ありがとうございました。3位シーサーさん、ありがとうございました。2位つなちゃん、ありがとうございました。1位356たけさん、ありがとうございました。ありがとうございました。つるとんたん初めて行きましたよ、今日超美味しかった。味噌煮かみうどん食べました。2玉半だったけど、全然あのまだまだいけそうだったので、今度は3玉食べようと思います。うどん食べ放題、誰か連れてってくれないかな。ワンコうどんとかないのかな。今度行こう、今度ワンコうどんあったら探そう、行こうかな。マジ2玉半とか余裕すぎてびっくりしました。つるとんたん、うどんの食べ方はすくってごく、これです。うどんは噛むものじゃありません、飲むものです。うどんは飲み物、せい、うどんは飲み物。よし、今度ツルトンタン行ったら3玉食べてくる。次は多分カツカレーうどんかな。カツカレーうどん美味しそうだったんだよね。じゃあね。だって同じ値段なのにさ、3玉食べた方がさお得じゃない？だから3玉食べるのさ。バイバーイ。